目的はなぜ俺を選んだのかを確かめるために。でも良ければよかった。止まる。皆さんも見たんだろう、あの恐ろしい奴らの記憶を。そしてその記憶の中には考えも及ばない何かが隠されているんだ。思い出したら最後気が変になっちまうくらい恐ろしいことだったら、なおさら解明する必要があるんじゃないかしら。もうあなた一人の問題じゃないのよ。彼の記憶がそれを証明しているはずよ。分かってるさ。でも怖いんだよ、奴の記憶が蘇るたび自分で亡くなっていくような感じ。俺は被害者なんだよ。よかったわ、意識が戻って。一時はどうなるかと心配したのよ。ねえ、トモル君、これから私と一緒に食事でも行かない？よかったわ。じゃあすぐ出かけましょう。何か分かればと思ってエリフィに、いや君に協力したけど、やめればよかった。もう二度と奴の記憶を思い出したくないんだ。でも彼らが非常に危険な存在であることがあなたの、いえオーガンの記憶で分かったのよ。だからもっと詳しく調べればきっと真実が分かるはずなのよ。君も結局エディフィーの人間なんだ。俺のことはどうでもよくて。君ってすごいよな、何でもできて。この世の中に知らないことなんて何もないって感じだ。俺らと違って普通の女の子じゃない。そうね、私は普通じゃないのよ。私のこの能力はセカンドビギニングによってもたらされたものなの。今から46年前、世界が二つに分かれて戦った時、人類はいろいろなものを作ったわ。私の能力もそのうちの一つよ。そして私の父も科学者だった。尊敬に値する能力を持っていながら兵器の開発にその生涯を捧げたの。こんな能力を無理やり私に与えた父を恨みもしたわ。でもこう思えるようにもなったの。私に本当に他の人より優れた能力があるのなら、父以上が一体何ができるのかと、私は試してみたいのよ。やっぱり君はすごいよ。叶えられないことなんて何もないだろう。でも俺は違う、何もできないんだ。せいぜい夢を見ることぐらいさ、俺にできるのは。違うわ、本当に大切なのは何かをしたい、そしてそれを成そうとする心よ。もしかすると彼、オーガンが求めていることがそれに関係しているのかも。そして
いい加減にしてくれ。結局はオーガンか。どうせ俺のことなんてモルモットぐらいにしか思ってないんだろ。トモル君、それは誤解よ。わかった、もうやめましょう。お家まで送るわ。トモル君、今すぐにとは言わないわ。でも、もし協力してくれる気になったら、私に連絡してちょうだい。15分後に目標地点に到達予定。到着次第探索に入る。こちら養生第7ベース、了解した。目標物を発見され次第、こちらに回収艇を回す。了解。スクランブル要員へ。エリア242において哨戒ヘリの連絡が途絶えた。直ちに現地に急行せよ。コードバイオレット。大将、キア行くよ。大将、先に出てろ。俺はあれを持っていく。え、大将、オーガン、君がこの地球に来た目的は何だ。なぜ俺を選ぶ。答えてくれオーガン。この地には私が、そして君が求めているものがあるのだ。それを守るため私は来た。求めているものを守るため。そうだ、彼らイバリューダーは次なる侵略目標を地球と決めたのだ。そして今、この地に新たなる危機が迫っている。トモル、君には全てを知る必要がある。見るのだ、このビジョンを。奴らイバリューダ、俺たち、そんなバカなことがあっていいのか。そうだ、神崎さんにこのことを伝えなければ。
また今リューダが攻めてきたのか。もたもたしてられない。彼女が心配だ。彼はどこだ？オーガンは？オーガン？エディフィー情報局、地下第三プラント、そこにオーガン。この星には我々が数千年前に失ってしまったものがあるのか。オーガン、なぜあの異星人にオーガンのライフデータ。まあよい、貴様がオーガンと同じライフデータを持つ以上。トマルク、逃げて！
さん、篠田さん、なぜこんなところに。アマルク、よかった、無事で。しっかりして、篠田さん。ごめんね、私もうダメみたい。まあ、きっと助かるさ。アマルク、私あなたのこと好き。水本さん、自らを犠牲にしてまで仲間を助けると、おう、この悪魔め、許さん。オーガーン、オーガン、その変わり果てた姿は一体。どうなか、いつかお前と戦う日が来ると思っていた。こんなに早くとは。オーガン、勇者とまで言われたあなただ。なぜ。オーガン、お前には分かるまい。この星には我々が失ってしまったものがあるのだ。行くぞ、どうだ。私が倒れても必ずやラング様があなたを始末してくださるだろう。我が威馬流団に栄光あれ。ラングもこの星に来ているというのか。オーガン、ディーブ、この方角は、まさか、神崎さんが。こうしてはいられない。急ごう。